というわけで今回もご視聴ありがとうございます。今回待ちに待ったこちらが届きました。尾崎豊さんのニューアルバムですね。ラストツアーアラウンドジャパン豊か尾崎というタイトルの、生前最後のツアーになったバースツアーの模様を収録したライブベストアルバムですね。で、このアルバムの発売が発表になった時に、この内容を予想するっていう動画を自分やったんですけれども、その時予想していたのは、おそらくすでに発売されている横浜アリーナと郡山と代々木のすでに公開されてる音源を、ベスト版的な感じで収録した内容になるんじゃないかなって言ってたんですけれども、結局思っていたのと全く違う形の、すべてが初出し音源というアルバムでしたね。きっと長年尾崎ファンをされてる皆さんもこんな音源残ってたんだってびっくりされたと思うんですけれども、もう自分も干支が一周するぐらいは尾崎ファンをやってるので、今回こういったアルバムが出たのは本当にびっくりしました。もう尾崎さんの未公開音源って残り少ないのかなって思ってましたけれども、まだこんなに残ってたとはとちょっと歓喜しましたよね。で、このアルバムが届いたその日に今動画を撮ってるので、とりあえず一通り聞いた上での感想を今回は述べていきたいと思います。で、一応ご了承いただきたい点がありまして、こうして自分がやっている動画はあくまでこの作品のレビューをする動画なので、尾崎の音源が聞けただけで幸せだっていうような話をするコンセプトでやってるわけではないので、今回ですね、ちょっと収録されていた音源に対するやや否定的な意見も自分述べてしまうと思うんですね。なので否定的な意見は一切聞きたくないという方はちょっとここで動画を閉じていただくのがいいかなと思います。そこはご了承ください。今回ですね、歌詞カードの方に、毎回恒例の須藤明さんのコメントが載ってたんですけれども、原文はぜひお手に取って読んでいただければと思うんですけれども、一応中に書かれていたこととしては、須藤さんは最近、50年間住んでた東京の事務所を離れて地元に戻られたらしいんですね。で、その時に事務所に残っていた資料とかを整理してて、で、その中で一番多かったのが尾崎さん関連の資料だったらしいんですね。で、その資料たちの中にバースツアーの音源を収録したダットテープ、カセットテープの上位互換みたいなテープですね、それが何十本と出てきて、この内容が素晴らしかったから、今回須藤さんが世に出すことを決めたっていうのが、今回このアルバムが発売されるに至った経緯らしいんですね。で、この須藤さんのコメントの方に、今日はレコーディングしますからという前提がない分、彼の思い切りや躍動感が伝わるっていう文言があって、これまで発売されてた横浜とか郡山とか代々木みたいに、おそらくマルチトラックのレコーディングがされた音源ではないということが、一応示されてるんですね。だから今回収録されてる音源は、いわゆる PA アウト音源とか、山下達郎さんとかがおっしゃってる、録音した後に修正することができないタイプの音源らしいんですね。例えば横浜、郡山、代々木の音源とかは、マルチトラックとして各楽器セパレートで録音されていて、録音した後にスタジオでのレコーディングと同じように各楽器の音量を整えたりとか、一部分のギターとかを取り直して修正をしたりとか、そういったことが可能な、音源のはずなんですけれども、今回は一切修正が効かないタイプの音源だったみたいで、須藤さんのコメントにも、この音源は何も手を加えていない、その日それぞれの会場で流れた音だっていう記載があるので、やっぱりいわゆる PA アウトの音源だと思うんですね。なので1枚のアルバム作品として違う会場の音源をつなぎ合わせるときに、ボーカルとか各楽器のリバーブ感とかを、会場が違くても基本同じ会場の音に聞こえるように編集されたりするのが普通ですけれども、今回リリースされた音源はもう各会場ごとに、尾崎さんのボーカルにかかってるリバーブとか、あと各楽器の音量バランスとかが、だいぶ違う音源になっていて、例えば序盤のファイヤーとかドライビングオールナイトとかは、もうほとんどスタジオで録音したんじゃないかっていうぐらいボーカルがくっきりはっきりしてますけれども、後半の I Love You とかはかなりボーカルに反響音が入っていて、
もう各ホールの音の鳴り方とか、まあ、そういった部分がダイレクトに現れてるんじゃないかなと思います。ただ各音源すごく音がやっぱり綺麗なんですね。まあ、パッと聞いた感じ、自分はしっかりミックスされた音源なんだなって思ったので、この音源の出どころはどこなんだろうなってちょっと気になりました。まあ、須藤さんが持っていたダットテープに収録されてる音源をリリースすることにしましたっては書かれてますけれども、ダットテープに入っていた音源をそのまんまマスタリングしましたっていうことなのか、あるいは須藤さんが持っていたダットテープの大元のテープがあって、でそちらのテープに劣化する前の音源があってそれを収録したのか、この辺がちょっと気になるなとは思いました。まあ、そんな音源ではあるので、横浜郡山代々木に比べてすごく生々しい音になってますね。なんか久々の尾崎さんのリリースっていうこともあって、パッケージとか写真とかも含めてすごく完成された作品な雰囲気が出てますけれども、言ってしまえば公式ブートレグっぽいような立ち位置の作品じゃないかなと思います。先ほども言った通り、ファイヤーとかドライビングオールナイトとか、あとはオーディエンスの方に一部を歌わせる卒業とか、この辺の音源を聞くとわかるんですけれども、もう完全にライン録音された音なんで、もうエアーで撮った観客の声とかはほとんど入ってないんですね。まあ、この部分は横浜とか郡山とかだと、この支配からの卒業ってオーディエンスが歌ってる部分が、まあ、DVD とかではしっかり入ってるので、もう本当にあくまで未発表テイクを収録した公式ブートレグっていう雰囲気があるなと自分は感じました。まあ、そんな音源なんで、例えば尾崎さんのボーカルをマイクがちゃんと拾ってない部分とかも結構あるんですけれども、まあ、本来マルチレコーディングされた音源だったら、いわゆるテコンプとかでボーカルの音量を整えたりしますけれども、もう今回は会場で撮ったそのまんまの音なので、まあ、そういった修正も一切加えられてないんですね。まあ、そういった部分もすごく生々しいです。あと整えられた音源じゃないので、やっぱりね、ロックンロールナンバーがすごくロックしてますね。スクランブリングロックンロールとか、ドライビングオールナイトとか、もうギターが本当にゴリゴリに効いてるし、ドラムもかなりタイトに聞こえるし、尾崎とかフォークだろみたいに言われること多いですけれども、まあ、このアルバムを聞くとやっぱり尾崎さんはロックンローラーだったなって感じましたね。ただ一つ言えるのが、まあ、須藤さんは引っ越しの際にこのダットテープを発掘したっていう風におっしゃってますけれども、おそらく今までこの音源を出すか出さないかっていうのを考える機会って何度もあったと思うんですね。もう今回こうして世に出たように、もう世に出せるような状態で音源が残ってたってことなんで、今までのいわゆる尾崎商法を考えると、まあ、今回このアルバムで収録された会場の音源を一曲だけ、ね、ボーナストラックで入れようとか考えられたことも多分あると思うんですけれども、それでもやっぱり今まで世に出されなかった理由っていうのもわかるなっていうのが正直なところで、特にロックンロールナンバーなんかは尾崎さんのボーカルがかなりラフですね。思いっきり歌詞も間違えてるし、音程も外してるし、まあ、声がうまく出てない曲とかもいくつか収録されてます。やっぱり映像も収録されてた横浜とか郡山とか代々木とか、この辺は尾崎さんやっぱり丁寧に歌われてたんだなって感じるんですね。まあ、代々木の楽屋の映像で、映像収録のためにサウナで5キロ痩せたみたいなことを尾崎さんおっしゃってたりしましたけれども、もうそれぐらい収録が入ってる時って尾崎さん緊張感を持って臨まれてたんだなって、このアルバムを聞くとちょっと感じましたね。だからこれまで世に出した映像とか音源での尾崎さんのイメージっていうのがちょっと崩されるような作品でもあると思うんですよ。歌い回しもラフな部分とか多いし、結構おどけて歌ってるような部分とかもしっかり収録されてるので、まあ、確かにこれを尾崎豊さんの作品だっていうことで今まで世に出してこなかったっていうのはやっぱり理解できるなっていう音源でもありました。まあ、だから今まで我々尾崎ファンはなんでカットするんだとか、なんで完全版出してくれないんだとか、もっと未発表音源くれよって思ってたけれども、やっぱり残されてるものの中にはいい音で撮れてない音源とかがたくさんあるんじゃないかなってちょっと思いました。やっぱり横浜、郡山、代々木全部ちょっとラフな部分はあるけれども、やっぱり自分はあの辺の映像を見ると尾崎さんって本当にすごかったんだなって思うんですけれども、今回この音源を聞いて
なんか人間らしい尾崎さんを感じることができたような気がします。まあおそらく東京ドームの完全版 DVD が出たぐらいから、まあ、こういったラフなテイクも出していこうっていう動きが強まったのかもしれないですね。で、一応1曲目から順番に自分が感じたことを話していこうと思うんですけれども、まず1曲目がファイヤーですね。で、ファイヤーは代々木のテイクとかはあのオープニングのすごい長い尺のイントロとかが収録されてましたけれども、今回はイントロバッサリカットされてますね。フェードインする形で始まってますけれども、原曲でも A メロの部分で飛ばし続けて行くのさ、行くのさ、行くのさっていうディレイが入ってるじゃないですか。この部分が今まで映像で発売されてたテイクでもディレイがかかってましたけれども、今回収録された大阪のテイクはこのディレイが結構雑というか、おそらくボーカルエフェクターで作ってるんだと思いますけれども、まだ設定がしっかりできてなかったのかなってちょっと感じました。まあ、そういった部分も生々しいんでファンとしてはすごく嬉しいですけれども、あと歌い回しがかなりラフで、あの横浜アリーナのレッドシューズストーリーみたいに結構崩してるような部分も多いし、あと2番で思いっきり歌詞を飛ばしてソーリーってつぶやいてもう一回2番を歌い直すっていう部分も収録されてたりして、で素直な気持ちでさえもうの部分の入りも間違っていたりとか、かなり音源としてはラフなテイクで、このテイクを選んだ須藤さんの意図がちょっと気になるなっていう感じはしますね。ただファイヤーはやっぱりシンセの音が印象的な曲ですけれども、このシンセとかあとパーカッションの音とかがかなりくっきりはっきり聞こえていて、この部分はすごく新鮮でしたね。で、次のドライビングオールナイト、九州厚生年金会館のテイクですけれども、まあ、こちらはファイヤーよりはしっかり歌われてますね。で、特に右側のギターがすごいくっきりはっきり聞こえていて、で、間奏のギターソロとかがすごいゴリゴリですね。横浜とか代々木の音源だと、まあ、しっかりリバーブが効いて、あの音量も調節されてるのに対して、今回の音源はかなりダイレクトにギターの音が聞こえるんで、これもすごいかっこいいですね。で、17歳の地図は、まあ、1曲目のファイヤーの2日後ですね、まあ、大阪の3日目の音源ですけれども、代々木とかだとイントロがドラムの8ビートで始まってましたけれども、もういきなりスネアのタカ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 っていうのから始まってますね。で、これもアウトロのギターソロがゴリゴリでかっこいいですね。で、歌い回しも2日前のテイクであるファイヤーよりも、まあ、しっかり歌われていて、でスクランブリングロックンロール、静岡のテイクですけれども、まあ、これも映像で発表されてるテイクよりもややドラムが走り気味というか、まあ、ちょっとテンポが早めになってるように聞こえますね。で、多分映像になってる3公演では使われてなかったと思うんですけれども、あのボーカルのディレイがスクランブリングロックンロールでも使われてますね。カモンとかレッツゴーみたいなところにディレイがかかっていて、で B メロの部分のあのセブンスの響きが強い鍵盤とかがかなりゴリゴリに聞こえるので、やっぱり超ロックンロールしてるなっていう音源にはなってますね。あと4回スクランブリングロックンロールって歌ってくれる回も収録されてますけれども、代々木みたいに長い MC 弱い犬ほどよく吠えるって言うけどみたいな下りはなしで、もうサビを歌い終わったらすぐに4回スクランブリングロックンロールって歌ってくれるかいってもう入ってますね。で、ここからのバラードのコーナー、まあ、倉敷の僕が僕であるためにと、もう長野のロザーナと、あと名古屋のきっと忘れない、この辺はもうすでに映像で発売されてる3公演と遜色ない演奏というか、もう尾崎さんの歌の音程も安定してるし、なんか特別アレンジが変わってるっていう部分もないですね。ただきっと忘れないに関しては、今日誕生日の人はいるっていう MC がアウトロが終わってから入ってきてて、そして最後のハッピーバースデートゥーユーのコーラスの部分に入っていくっていう構成になってますね。で、次のクッキーは代々木の2日目の音源ですけれども、やっぱり映像になってる方の代々木最終日とはやっぱりリバーブ感とかがちょっと変わってますね。ただ尾崎さんのボーカルにもやや反響が入っていて、これはやっぱりアリーナ会場の特性かなとも感じます。で、クッキーの冒頭って Honey I love you って言って尾崎さん歌い出してましたけれども、今回のテイクは I love you しか入ってなくて、
これは当日本当に I love you しか言わなかったのか、あるいはハニーの部分だけカットされたのか、どうなんだろうなってちょっと思いました。あとサビの男性のコーラスが今までリリースされてた音源ではあんまり聞こえなかったですけれども、今回すごいくっきりはっきり入ってますね。で次北海道のテイクの卒業ですけれども、まあ、郡山と日にちが近かったから MC も近かったのか、よかったら一緒に歌ってくださいっていうつぶやきから始まってますね。でこの北海道のテイクはもう怒られそうですけれども、結構尾崎さん調子悪そうだなって自分は感じました。ちょっと声が荒れてる部分が多くて、なんでもう大げさにとか、ちょっと音程が上がる部分とかが上がりにくそうに聞こえる部分があったり、音程が結構不安定な箇所とかも入ってるし、本当の自分にたどり着けるだろうの部分でちょっと声が出なくなって、でそれ以降のおーおー以降がかなり声かすれてるので、あんまりこの日は尾崎さん調子良くなかったのか、あるいは序盤で飛ばしすぎたのかなって感じました。あと尾崎さんの弾いてるエレピもややミスってるのか、ちょっと不協和音に聞こえる部分も多いなと感じました。で次が横浜2日目のフリーズムーンですけれども、パッケージをお持ちの方には確認していただきたいんですけれども、誤植がありました、まあ、5月21日じゃなくて5月12日っていう風に書かれていて、一瞬ゲネプロのテイクなのかなって思いましたけれども、まあ、サイトの方とかではちゃんと5月21日で書かれてるんで、もうしっかりライブのテイクですよね。でこれもやっぱり PA アウト音源だからか、初日の横浜アリーナと同じ会場とは思えないぐらいに残響の少ない音になってますね。ただ尾崎さんの歌唱に関しては初日が結構硬かったのに対してややほぐれたんだろうなっていう雰囲気がありますね。でツアーの中盤以降から始まってた長い MC はまだ横浜2日目では行われてなかったですね。でアウトロの尾崎さんの語りはささやくような喋り方になってますね。で次の永遠の胸、群馬のテイクですけれども、これも誤植があります。まあ、パッケージの裏にエターナルハートっていう英題が書かれてますけれども、エターナルの綴りが間違ってますね。で永遠の胸に関しては一切間違えずに歌ってるテイクは発表されてませんね。横浜でも間違ってるし、郡山でも数箇所間違えて、で代々木に関してはサビの歌詞思い切り飛ばして歌い直ししてたりもするので、きっと今回もミスがあるだろうなと思ってましたけれども、やっぱり一番のサビで歌詞の間違いがありましたね。でこの群馬のテイクも尾崎さんの調子あんまり良さそうじゃないなというふうに感じました。なんかどっか疲れてるような声になってるというか、もともと永遠の胸って原曲のキーがすごく高くてツアーでは2個下げて演奏されてましたけれども、2個下げてもまあまあ高いので、横浜、代々木、郡山どれも結構声がしゃがれてますけれども、まあ、今回は特に荒れた声になってる感じがしますね。で2番のサビのところで真実真実真実なのだからって真実を繰り返す部分が代々木のテイクとかではありますけれども、群馬のテイクではその部分なかったですね。で語りからどこへ行くのかに入る部分でうまく入れなくなってたりもして、やっぱり永遠の胸は歌うの難しかったんだろうなっていうのをちょっと感じました。で次の太陽の破片、広島メルパルクホールですね。でこの曲でも消えるのはなぜの部分でボーカルのディレイが使われていて、でこれも会場の特性なんだと思いますけれども、ドラムのスネアとかボーカルのリバーブ成分が多くて、多分会場自体がブワーンって音が広がるような会場だったのかもしれないですね。で太陽の破片もややボーカルはかすれ気味でしたね。誕生は7月の福岡のテイクですけれども、多分イントロのドラムと語りの部分がカットされていて 1,2,3,4 で始まっていて、産声を上げそして立ち上がり以降の歌い方が横浜とか郡山とかに比べて結構エモーショナルな雰囲気で歌われていて、でアウトロのウォーの部分でかなり声がかすれてるので、この日も結構尾崎さん序盤で飛ばしたのかなって聞いてて思いました。で心の財産をっていう MC とか You can not miss it みんな頑張ろうねっていう MC もちゃんと入ってますね。で次の I love you は新潟のテイクですけれども、この新潟の会場もかなり反響するとこだったのか、
ボーカルに深いリバーブがかかってるような感じになってますね。で、シェリーは映像で発表されてるテイクと同じで、弾き語りのアレンジから始まって徐々にバンドが展開していくみたいなアレンジになってますけれども、このテイクはボーカルの調子も良さそうですね。アレンジとかが今まで出ているテイクと大きく違うっていうことはないですけれども、あのアウトロのアコギのアレンジはあのヨヨニのテイクと同じ形になってますね。で、最後名古屋レインボーホールでの15の夜ですね。で、大切にしてる曲です、一緒に歌ってくださいっていう MC から始まって、基本的にはよくテレビで流れてる代々木の15の夜と同じような弾き語りになってますけれども、これもアリーナ会場の音とは思えないぐらいなんかこじんまりした音源になってますね。尾崎さんの弾くギターの音が、まあ当たり前なんですけれども、オベーションのエレアコなんですごくエレアコチックな音になっていて、で、最後のジャカジャカのストロークももうリバーブ感がないんで、なんかすごくラフな音に聞こえますね。で、代々木のテイクにもあるアカペラでみんなで合唱する部分もちゃんと入っていて、で、やっぱりこの時も最後はどうもありがとう、また会いましょうっていう言葉でライブを締めてたみたいですね。で、以上が一通り聞いてみて自分が気づいた点、あと感じたことでした。というわけで今回待望だった尾崎豊さんの未発表音源をふんだんに収録したラストツアーアラウンドジャパン豊か尾崎について語りました。やっぱりね、こうやって尾崎さんの新譜を手にするっていうのも9年ぶりとかなので、もう家に届くのが楽しみで、あの前日あまりしっかり寝れなかったんですけれども、やっぱり尾崎さんの新曲が出ない以上、こういったリリースを我々ファンは待つしかないというのはなんとも切ないですね。ただこれだけの未発表テイクがあったっていうことは、今後また他の音源が出てくる可能性も高くなったと思うので、尾崎商法に関しては賛否両論ありますけれども、自分はこれから出てくる音源も楽しみにしたいなと思います。皆さんの感想もぜひコメント欄で聞かせてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。泣きたくなるよ、こんな下手くそなやつに拾われちゃった。